はいどうも、おとひろです。さあ、前回のね、動画に引き続き、ズズズズズンと、今回もね、自販機ガチャ、早速ね、開けていきましょう。マジで頼む、なんか来てくれ。さあ、今回ね、1パック1000円なんですけど、50% UR 確定ということなので、おたちゅうさんにしては、ちょっと待って、これスリーブ来てる。待って、スリーブ来てる。ちょっと待ってね。ちょっと白っぽくなかったっすか？マジで1パック目から、1パック目から来てくれるのからいきますね。3、2、1。マジで1パック目から、あ、マジで怖い。ちょっとすいません。早とちりだった。ごめんなさい。ちょっと今ね、白く見えたんですけど、ね、一瞬。いやー、ちょっと早とちりだったね。このゴッドミッションの第5弾のね、この UR、イラストは個人的に超好きな、UR のカードになります。本当におたちゅうさんね、もう声を大にして言いたいのは、もう何より、いつもね、状態が本当にいいですよね。まあ、今となっては珍しいぐらいのもう完備品クラスの、ゴッドミッションの5弾のカードになります。さあ、ゴッドミッションなので、こちらのゴッドミッションのスリーブか、11周年スリーブ。おー、11周年スリーブ、なんか、新鮮でいいっすね。いやー、マジでちょっと緊張感がいつもよりもね、違いますね。で、これ多分ここはね、外れですよね、と。はい、外れは結構厳しいと。まあ、それそうですよね。当たりがあんな感じなので、お、ビーム9弾、スーパーミラー、最新弾のウルトラゴッドミッション、1弾のゴールデンフリーザー。やっぱ外れ枠もね、前回のこのジャコみたいなことがあるので、いや、それもね、楽しみですよね。ということで、いやー、ちょっと来てくれ。これ結構ね、今回当たり外れが大きいね、オリパイになります。あれ、ちょっと待って、スリーブがない。マジで？そうか、次だろうでしょうね。おそらく次だと思います。UGM1 弾のフリーザとズン。おー、おたちゅうさんよくね、このBM1弾のこのゴールド CP よく入れてくれてますよね。はい、ということで多分ね、これ順番間違えただけ、順番ごっちゃになっただけだと思うんですけど、さすがにね、2回連続で外れは。あ、よかった、ない。さあ、なんか来てくれ、頼む。ちょっとね、絞っていきましょうか。いきます、ちょっと絞っていきます。頼む。頼む、インパクトが結構でかい、頼む、いきます。3、2、1、ズーズーズー、絞って、くぅ S1 4弾の UR。 ただね、これね、イラストめっちゃ好きなね、 UR になります。出た時結構一人で歓喜してましたね、これ。イラスト良くて、イラストめっちゃいいじゃんみたいな感じで、あ、待って、めっちゃいいかもしれない。お、めっちゃいい、めちゃくちゃいいっすね。おー、素晴らしい。さあさあさあ、次が、これは、あ、ここもスリーブ来ました。ちょ、ここもね、スリーブ来ちゃう。ちょっとスリーブが今来たので、こっちが、はい、外れだね。本弾のヤムチャに、おー、出ました。これも無限回収していきたい。BM9 弾のベジット。めちゃくちゃかっこいいよね。確認する必要ないんですけど、相変わらず、外れ枠でも、備品と。もう本当にこういうところがね、何回も言ってるんですけど、まあ本当に好きなところですね。このおたちゅうさんの。さあ、マジで頼む、最後。マジでラスト頼む。お願いします。なんか来てくれ。絞ってもダメだったので、もう3、2、1、ズンでいきましょうか。もうそれでいこう。いきます。で、1パック1000円、50%、2000円で実質1枚。今のところはね、ちょっときつい感じになってます。いきます。3、2、1、ズンでいきます。もう、3、2、1。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。マジか。ダメだったね。まあ、低レートのね、来ちゃったんだけど、ちょっと改めて見てもやっぱかっこいいよね、このイラスト。改めて見てもマジでかっこいいな。UM10 弾の悟空ゼノ。11周年スリーブは、おー、よかった。ベジータ隠れずという感じで、ゴジータがちょっとこう左に寄ってる感じだよね、これ。イラストもうちょっとこっち真ん中でもよかったかな、みたいな。一瞬ちょっとエラーカードみたいな思っちゃったぐらいでした。はい、ということで今回ね、まあこんな感じだったか。もう本当にね、これはね、リベンジするしかないということでね、また近々秋葉原のおたちゅうさん行っていきたいと思います。じゃあ今回ね、こんな感じでした。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。またねー。バイバーイ。